と、いいと、うーの、みんなで見つけよう合理的配慮の種。第3話、アンコールが聞きたい。うーちゃん、おはよう。あーちゃん、どうしたの？わかりやすく落ち込んで。落ち込んでないよ。なんでもないよ。平気だよ。なんでも言ってごらんよ。あのね、実はね、昨日コンサートに行ったんだけどさ。わかった。車椅子あるあるでしょ。ん？車椅子ユーザーはアンコール前に退場の謎ルール。そうなの。安全確保のためだからしょうがないんだけどさ。しょうがなくない。何かいい方法があるはずだよ。ありがとう、うーちゃん。いい方法、一緒に考えてくれる？もちろんだよ、友達でしょ。こういうのはどうかな？いいね！うーちゃん、頭いい！みんなで見つけよう、合理的配慮の種！その体験、すっごくいい種。アンコールの時に車椅子ユーザーだけ帰らなくちゃいけないのって悲しいよね。だけどこの体験、うまく育てれば素敵な合理的配慮になるかも。あ、もしもし、コンサートの事務局ですか？車椅子ユーザーの退場のタイミングについてなんですが、アンコール前に退場するか、一番最後に退場するか、どちらか自分で選べるようにするのはどうでしょうか？これなら大丈夫なはず。はあ、ほう、むむむ、ん？わかりました。なんだって？前例がないから難しいってさ。そっか。一人一人が感じたり見つけた小さな気づきが合理的配慮の種になる。残念だけど今回はちょいとうまく芽が出ませんでしたね。だけど、あ、折り返しが来た。もしもし。わ、なるほど、そうなんですね。それはいいですね。この感じ、いいニュースっぽい。ありがとうございました。なんだって？別のコンサートの事例を調べてくれてね。これまではバラバラにお客さんが退場してたから危険だったんだけど、ブロックごとに退場させることでスタッフの誘導体制が作れて、車椅子ユーザーも安心安全に最後まで楽しめたんだって。うん、めっちゃいい。考えればきっと答えはあるはず。ゆっくりでも諦めないで合理的配慮の芽をたくさん出していきましょう。楽しくなってきた。私もみんなで見つけよう合理的配慮の種。続く。令和2年度日本博主催共催型プロジェクト、企画制作障害者の文化芸術国際交流事業実行委員会、監修認定 NPO 法人 DPI 日本会議。